これはすごい実験です。クリックありがとうございます。竹下です。人工甘味料でがんになる、このテーマやっていきたいと思います。人工甘味料ね、前回の動画で腸内細菌が乱れますよって話しました。これね、割とね古いデータなんですよね。実験の規模としても小さい規模の実験でした。でも今回の実験はもう桁違いです。10万人以上の約8年間追跡して、ずっと追っていてがんになったかどうかっていうのを、調べたデータになります。時間もお金もかかったすごいデータです。これね、最近出たデータなんですよ。2020年の3月24日です。この実験から人工甘味料とがん関係してたっていうのが分かったんですね。これね、ニュースとかでもなかなかしなくて不思議だなと思ってたので、今回動画にしてお伝えすることにしました。血糖も上げないし、しかもゼロカロリーなのにめちゃくちゃ甘いってね、いいことしかないじゃないかってね思われている人工甘味料なんですけども、今回はがんとね関係するというのが分かってしまったので、この大事なところをピックアップして共有していきたいなと思います。このデータをもとにしっかり生活改善すると、私たち8年後健康を保つことができますよね。今もそうなんですけども、8年後の自分を守るためにもぜひこの動画最後までご覧ください。このチャンネルでは薬を飲んでほしくない薬剤師が医療や健康情報を分かりやすくお伝えするチャンネルです。絶対損しませんので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではやっていきましょう。今回の内容はこのような内容にしていきたいと思います。まずこの実験の規模の話です。実験の概要について説明します。2つ目に、がんと関係のある人工甘味料はどれかっていうのを説明します。人工甘味料1つじゃないんですよね。いっぱいあるんですよ。サッカリンとかアスパルテームとかアセスルファムカリウムとかね、いっぱいあるので、どの人工甘味料が危険かっていうのもね、2番目でお伝えします。で、3つ目に、なんで甘いだけのはずの人工甘味料ががんと関係あるのか、ここね、いろいろ考えられてるんですけど、一つ決定的な事実が分かってますので、ここね、最後に危険性も付け加えて説明していきたいと思います。では1つ目やっていきましょう。実験の概要ですね。どんな実験かというと、これ日本の実験じゃないです。フランスです。おしゃれなフランスですね。このフランスで行われた10万人以上の人を対象とした実験になります。このデータすごいのが、いろんな因子を全部ね、調整してるんですよ。どういうことかと言いますと、タバコを吸ってる人とタバコを吸ってない人、がんになる確率違うじゃないですか。こういったのもね、全部ね、計算で修正して、条件を均一にして、がんになったかどうかを見てるので、とても信頼性のあるデータです。しかもコホート試験って言って、未来を見ていく試験をしてます。今がんの人を並べて過去に何をしてたかっていうんじゃなくて、今の段階で条件を揃えた人たちをこれからどうなっていくのかっていうのを見た試験なんですよ。これね、手間はすごくかかるんですね。未来を見る実験の方が時間も労力もかかるんですけども、すごく信頼性が高いです。で、対象の年齢は平均約42歳、そしてちょっと気になったのが女性が多いんですよね。 78% の方が女性といって、女性にちょっとね多い偏ったデータになっていました。ですが信頼性はかなり高いですので、このデータでは実際どうだったかっていうのを見ていきましょう。2つ目、がんに関係する人工甘味料の正体ですね。こうやっていきますね。今回研究対象になった方々が一番取ってたのがですね、アスファルテームというのが一番取ってたみたいです。これが 58% で、次にアセスルファムカリウム、これが 29% で、スクラロースっていう人工甘味料 10% と、で、がんと関係があったのがこのアスファルテームとアセスルファムカリウムというのが分かりました。他の人工甘味料も若干ね、こう取った人の方ががんになりやすいというのがあったんですけども、統計学的にこう差があるっていうのはね、認められなくて、しっかりがんになったのはこのせいだって言える人工甘味料はアスパルテームとアセスルファムカリウムというのがありました。で、女性の方ちょっとね、耳が痛いかもしれないんですけど聞いてください。これアスパルテームってね、日本でも多く使われている人工甘味料なんですけども、これに関しては乳がんと、あとね、肥満関連がんって言われるんですけど、大腸がんが中に含まれます。この乳がんと大腸がんを明らかにアスパルテームを食べた人がなりやすかったっていうのもこのデータで分かってます。日本でも女性がなりやすいがんのトップなんですよね。だから女性の方はね、このアスパルテーム控えていただきたいなっていうのをね、強くこのデータ見て思いました。このがんになった方々、
人工甘味料食べ過ぎてたんじゃないのって思うかもしれないんですけど、これ食べ過ぎてないんですよ。エディアイって言って、この食べていい上限っていうのがあるんですけど、これほとんどの方が下回ってたそうです。データによると5人はね、この ADI っていうその上限を上回ったらしいんですけど、たった5人ですからね。それ以外の方々は決められた上限以上食べてないのにもかかわらずにがんになりやすかったっていうのが今回のデータは分かってますので、現実的に私たちが普段普通に食べているものの中にある人工甘味料の量で十分がんのリスクが上がるというのがこのデータから分かりました。正直怖いですよね。他にもね、リンパ腫とか肺がんとか白血病とかいろんなね、がんのリスクが上がったっていうのがこのデータから分かってますので、人工甘味料ね、血糖も上がらないしカロリーもないし最高だと思ってる方、ちょっとね、8年後の自分を想像して、8年後の自分のためにも今人工甘味料を取りすぎるっていうのはちょっとね、抑えていただきたいなと思ってます。では3つ目ですね。なんで人工甘味料ががんと関係してるのってことなんだけど、これね、正確にはまだ分かってないんですけど、一つ言われてることがあります。これが DNA 損傷をさせるのが分かっているということです。 DNA ね、遺伝子情報ですけども、 DNA が損傷された細胞がこうバグって増えすぎてしまうのががんです。紫外線とかいろんな刺激で私たちの DNA 傷つけられてるんですけど、人工甘味料でも DNA が損傷するっていうのがね、分かってきてるんですよね。人工甘味料、血糖も上がらないしカロリーはないし、めちゃくちゃ甘くて美味しいし最高なんですけども、その代償として DNA が傷つけられるっていうのはあまりにもね、リスクの方が大きいかなと私は思います。もちろんちょっとぐらい口にしたってね、問題ないと思うんですよ。ただ普段カロリーを取らないようにしようと思ってね、ほとんど人工甘味料に移してみるとか、そういうふうに極端にしていくと命に関わる問題なのかなと、ね、怖くなってこの動画お伝えしてます。今まで人工甘味料が悪いとか悪くないとかいろんな、ね、意見があったんですけども、8年間ね、研究してくださったこのデータを軽視するわけにはいかないかなと思います。人工甘味料、腸内環境も崩しちゃうし、がんにもなりやすいっていうのがね、分かってしまいました。だから人工甘味料、私薬剤師としてはおすすめできません。 CM とかメディアとかいっぱい見とくと、ゼロカロリーだよとかね、甘いのに太らないとかね、いろんなね、聞こえのいい痛い文句があると思うんですけども、あなたの健康はあなたしか守れませんので、ぜひ美味しい言葉にね、惑わされずに自分の健康を守ってください。ということで今回は人工甘味料でがんになる、このテーマやっていきました。ちょっと怖いテーマで申し訳ありませんでしたが、本当に怖いデータでしたよね。今回の内容があなたの健康に少しでもお役立てたら嬉しいです。では最後までお付き合いくださりありがとうございました。竹下でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。